どうもジュリアスです。アフリカ続きやってきます。今回はキリンの水のみですね。前回に引き続き、前回引き続きというか前回カバーやったんで、今回はこう水辺で立ったまま首を下にやってキリンは水を飲むらしいという情報案内からいただいたんで行きましょう。そうだぜ、マサイキリンの写真や周りの水場に行ってもらいましょう。 OK、レッツゴー。キリンはこういう、まあ、高い葉っぱをその首が届く範囲で葉っぱを食べる草食動物で、怒った時には、まあ、キリンも耳っていうかなんか角があるらしくて硬い、首をブンブン振り回して攻撃してくるらしい、怒ったら。だからキリンも草食動物といえど危険な存在なんで、またあまり近づかないようにしないといけない。前回ねカバーにやられましたからね、危険危険。野生では人間は武器を持たないから弱いんだ。マサイキリンの水飲み気をつけて行ってみよう。野生のな水やりはね、モンゴルにまあ以前行った時に、まあ、家畜やねんけど草原やから水がなくて川とかがないから、井戸が掘られてあって、そこに家畜をまあ数百匹連れていくんですよね。追い込み法によってこう左から行ったりこう右から行ったりで、うまいことね、馬と、ヤギ羊牛とかを水場に連れていくねんけど、まあ、やっぱり一番最初に水を飲み出すのは大きい動物っていうか、まあ、牛とか馬が占領してこうヤギとか羊は水が飲めないんだけど、そこをね最初に飲ましたらね、バシバシね、ちょっとどけどけっつってどけて、まあ、バシバシっても軽く叩くだけなんだけど、軽くその馬をペシペシしながらどかして、その後にヤギとか羊にお水をやるっていうね。確かね2日か3日に1回ぐらい行ってたかな。お、マサイキリンがアプローチしてきてるな。この辺で待っときましょうか。な、最初はちょっと隠れとかな。めちゃめちゃ走って逃げてる音するな。今回は楽勝ちゃう。キリンまっすぐのアングルやし、まっすぐでアングルもいいかどうかわからんけどな。キリンも馬みたいに300度ぐらい見えんのかな。目が結構横についてるイメージ。おお、あれか、キリンの水飲みは、ああやんのか。これいきなり OK じゃね。アングル、この葉っぱ映ったらあかんのかな、ひょっとして。おお、カバみたいに凶暴じゃないからみんな一緒に来てるな。これで完璧。ど真ん中でも一回取っとこう。自然も映して、うん、シマウマもガゼルもトムソンガゼルもみんな仲良く水飲もう。もうちょっとこんな感じにしようか。アングルも、写真はね、もうどこを切り取るかでね、芸術点が変わってくるからな。
このくらいがいいかな。これは完璧やね。もうちょっと前切ってくれる？サービスいいね。怒られるかな。そのうち怒られそうね。気づかれた？でかすぎるよ。足が映ってない。よし、いいアングルで撮れたよ。近すぎやで。めちゃ目を追ってるよ。怖いよ。おお、こっちが走ったら向こうも走った。キリンが食べてるとこもな、みたいな、餌を。あの木に寄りつかへんかな。今日は水飲みでえか？でも毎日食べるはずやけどな。餌、あ、餌場に行った行った。あやつの後ろからアプローチしよう。あのキリンの後ろから行って、餌食べてくれへんかな。全然違う方向行ったやん。あかんやん。あの小さい、まあ、低いとこの餌も食べんのかな。葉っぱ、逆に言うとこの辺から待っといたら目の前来てくれへんかな。こうやってこの辺をパシャーみたいな。な、ものすごい足音するけど何かわからん。ガゼルか、それとも自分の足音か。おお、めっちゃハゲワシやったっけな。円描いてるやん。円を描いてる。おお、この辺になんか水場があるぞって教えてんのかな。あ、いっぱい落ちてきた。ランデブーポイントや。あら、ちょっとお目当てのキリンがどっか行っちゃった。お、キリンさん、キリンさん帰っちゃうの？今日は食べずに帰んのか。シマウマのシマ模様の背中も撮りたいな。あそこにめっちゃおるやん。遠いな、まだ。そうそう、モンゴルの追い込みで思い出したけど、嘘かほんまか分からんけど、そのゲルの周りにあの誘い込むときに、まあまあ声とか発声して追い込めみたいなこと言われて、まあモンゴル語で言ってるから結構あのニュアンスは適当やねんけど、何言ってるか分からんねんけど、とりあえずあのバイクの後ろに乗ってビニール袋を片手に渡されてバタバタしながら、あのひょーおれるひょーおれるひょーおれるって確かにちょっと合ってるか分からんけど、こんなことをしながら追い込めって言われてる。ほんまかいなっつってあいつ教えながら爆笑してたからな。ちょっといじられてるだけかもしれんけど。よし、ちょ、シマウマ来るよ、シマウマ来るよ。うわ、よし。あそこ、あいつだけ色違うな、ちょっと。お偉い長老さんかな。
このキリンどうするんや。俺に気づかず葉っぱを食べてくれるんか。いいぞ、待ってるぞ。それそれいいよ。これ操作難しい。よし、食べようぜ。なんや、後ろ足だけ開けて。食べへんのかい。でかいな、それにしても。空も青いね。ヒポプールと違って、馬も牛じゃ、シマウマか、シマウマの水飲みも取れた。な、今後依頼来るかもしれんしな。めっちゃ後ろ向くやん、長首。なんや、モデル立ちやな。ジョジョ立ちしてくれてもいいんやぞ。キリンのジョジョ立ちとか見てみたい。片足だけでやるのか。平和やな、ここ。のどか。お、やべ、今日はバシバシ取りまくってるから、あと3枚や。お、何これ、ちょっとこれは小鳥を逃したぞ。今起きてる、来てる。お、ラストの一旦ちゃん。ピントが合ってんのか合ってないのか全然わからない。これね、まだテスト用の、テスト用というか初期のカメラなんでね、細かい設定が何もできなくてオートなんですよね。だからいじれないと。ちょっと新しいのを撮るためには何かを消さないとダメや。あれ、こんだけしかないんか。これを消そうか。チェック。口消そうかな。何個も消さなあかんな。いや、これはもう結構取れてるな。削除。3枚確保したぞ。お、結構茂みの近くにおったら馴染んでるな。でもそれ以外に新しい、そうか、ここか。ここが鳥さんが来てくれるポイントやな。この辺で待ってみようか、鳥を。逆光かな、こっちか。なんか巣作ってたりするのかな、この辺に。声はしてるからな。
ツーとか取れたら素敵やん。左から声が聞こえる。うん、ちょっと遠いな、やっぱり。お、キリン来たか、ついに食べに来たか。見えへんやん、ケイ。バレた。でも俺が動かなければキリンは人間だと気づかないはず。うー、食べへんか、今日腹減ってみないみたいな。鳥はおるけど、もう逆に思いっきり木のそばに行ったろ。うう、日陰。よし、何消していいか分からなくなってきたぞ。後ろ姿はもういらないんだ。ラスト必殺一発の入魂にかけようか。うわー、今飛び立ったな。これはいいんじゃなかろうか。場合によっては羽ばたいてるところをくれとか言われそう。ということでもう一個消さなあかんなんか。最初の灯火ってやつ消そうか。これはちょっと遠いからな。うわ、逃げられた。チックショー、チックショー。うわー、くー、あかんな、カメラの動きじゃ追えへんな。バシほらな、最後つってな、一箇所に固定しといて、そこにあの来るのを待ってパシャッと収めるしかないな。ここには来てくれるから飛び立つ時やな、こいつや。予想してちょっと左目かな。もう上目にしとこう。上に飛びるか、飛びるかって、飛ぶから。ちょっと左に行くと予想して奥に行った。手前に来てくれ、手前に。おお、キリン踏んじゃうよ。キリン意外とこっちに臆病なんかな、攻撃してこへんな。ちょっと今のも取れたんか分からへん。ちょっと黒いな、ダメやな。やっぱり日陰やったらあかんねんな。このぐらいやな。もう完全に取り待ってますよ的ポジション、取り待ちポジション。左に飛ぶからこのぐらいのアングルかな。こうしとこう。よっしゃ、 ど真ん中じゃ今の。うーん、こっちの方がいいな。し、今回はこれぐらいにしとこう。自慢してきてやろう、この写真を。アントレもまだなんていうか名前がわからへんからな。写真を送って調べてもらったらわかるはずや。
イエス、戻ります。こんな昼前に仕事を終えていいんだろうか。アフリカは暑いからな、基本、まあ、歩いて行動するのも基本午前中っていうか、日が出る前から午前中まで、ね、もう午後はキャンプとかテント張って待機っていう場合が多いんかな。まあね、車こんなオープンじゃなくて普通にクーラーがエアコンが効く車やったら午後も行けるけど、だから砂漠へ行くツアーのマイクロバスなんか、まあまあ砂漠へ行く手前は舗装されてる道路やけど、もうクーラー効いてるけども窓熱い、激熱みたいな。例えば右側に窓があったら右半身暑いけど左半身寒いみたいなね、ちょっと変な現象が起こるからね、ちょっと感覚がねおかしくなる。まあそれは外40度超えてるからね、どうしてもそうなっちゃうけど、だから砂漠となんか昼間室内の方が暑い、風が流れへんから空調ないときは、そういう場合は冷凍庫にペットボトルに満タン入れて凍らしたやつをあの抱えてタオルを巻いて寝るっていうね、昼寝の技がある。うん、いいよ、いい写真撮れたよ。はい、やんな、もう撮ってきたぜ、写真取り込み。よっしゃ、キリンの水飲み、どれにしようかな。この辺からか。うん、これやな。アングルいっぱいあるけど、よしこれにしよう。え、アングル悪い、ディスタンス、場所も悪い、テクニックはどう、ターゲットはよく取れてる、アングルが悪い、あ、ど真ん中に取れってことか。いや写真のこと分かってないっしょ。ランク C、 ディスタンス、場所も悪いってか。ちょっと納得できへんな。評価悪かったな今。もうちょっとやっぱいいカメラやったじゃん。よし、この子測ってくれ。ターゲットやっぱドンピシャ、真ん中に映さなあかんのか。そうか、分かったぞ。写真のこう全体的な出来栄えより動物を真ん中に映せと、生態系の調査やからな、芸術点はな、テクニックでやっぱあるんかもしれんけど、真ん中に映せってことか。アングルが悪いってこれは、ディスタンス、場所はいい、アングル真ん中に入れてる、あ、ターゲットが多分真ん中に入ってるかどうかか。ちょっとアングルが悪いか。月のワテリムク大人、子供もおるってことか、大人って出ることは。え、じゃあ子供っぽいのも映してみたらいいのか。これは、あくび、新しくないんか、だから大人なんやな全部。
供っぽいのないもんな。これいつものハゲワシやろな。いや鳥はわからん、生態調査や、うん。アングル悪い。あ、C ダメやったか。よし寝るぜ。お、メールチェック忘れないでね。よかったぜ。はい、ということで今回はここまでで、次回また次のね新しいメールが来てるらしいんで、それ見て新たな写真撮影に行きたいと思いますので、お楽しみにお待ちください。それではまた。